岩見方巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。分類上は PL 型、交渉船形は1000トン型。建造費用は56億円。1970年代の海上保安庁は、昭和52年度補正計画から昭和55年度計画に、かけて1000トン型 PL28 隻を建造し、排他的経済水域の制定に伴う、 深海洋秩序時代の到来に対応できる勢力を確立した。これは大型巡視船としては異例の大規模整備であったが2000年代から2010年代にかけて相次いで対応年数を迎えることから更新が必要とされていた。2000年代、戦頭型 PL としては平成14.15年度では高速高機能大型巡視船、平成17年度以降は 拠点機能強化型巡視船と、いずれも従来の警譜とは異なり警備能力を重視した滑走線形の高速船が建造されていた。特に果てる、まかたは、知床型の大船としての量産も期待された。しかしこれらの高速巡視船は、高速航行時の運動性は優れていたものの、特にフィンスタビライザーの効果が落ちる低速、低線時の動揺が大きく、 また、尖閣軽量化のため、船型を切り詰めたために、船内容積や航続力の面で妥協した部分も多かった。一方の知床型は汎用型として、警備、救難のいずれにも用いられていたことから、これらの警備型巡視船では、大船として不安が残った。このことから平成21年度補正計画では、速力の要求を緩和した汎用型としてく、 苦味型が建造された。しかし、国神型は汎用性を求めた結果として建造費が74億円と高騰したことから、知床型の大戦としての量産は困難と考えられた。このことから、多少のスペックダウンとトレードオフで建造費低減を図ったのが本型である。平成22年度補正予算で2席。 平成二十三年度第一次補正予算で二隻、平成二十三年度第三次補正予算で二隻建造され、平成二十五年度概算要求で四隻の建造が請求されたが、二千十三年一月に尖閣諸島の警備に潜入する部隊の創設が決定されたことにより、この任務には岩見方では機能的に不足であると判断されたことから岩見方の建造を中止し、 国が、味方の建造を再開して、これに充当することになり、平成25年度外算要求による建造は、実施されなかった。国が、味方の建造は、平成25年度外算要求を前倒しし、平成24年度予備費及び補正計画、平成25年度補正計画で、計16席が、追加建造され、2014年から2017年に、かけて、 相次いで収益した。水戦化形状は排水量型、船室は鋼といずれも国が味方と同様従来の方式に回帰している。また船首にはバルバスバウが付された。船形は全通線路型である。コスト低減のため航空運用能力が省かれているが、要救助者の移送や遭難船の栄光などの作業に備えて、 船尾甲板は極力クリアにデザインされた。また航空運用能力の廃止に伴い、フィンスタビライザーも省かれたが、船橋構造物直後から煙突直後にかけてビルジキールが設置され、在来線よりも幅広とされた。主戦隊は高調力鋼および軟鋼、上部構造物はアルミニウム合金製として軽量化を図っている。船橋の配置は、 国が、味方と同様で指揮機能の集約を図っており、船橋に、機関管制板2機を配置したほか、操打室の後方には、OIC 室が配置され、通信区画や武器管制区画が設けられている。コスト低減のため、国が、味方よりも、さらに速力の要求が緩和されたことから、指揮官ヤンマー8 n の 330UW を2機、搭載した。推進機は、 可変ピッチプロペラである、出入口などに備えて、バウスラスターを2機備えた。なお原則排気ではなく、煙突を備えているのは、国が味方と同様だが、栄光時の広報視界確保のため、おじか、型と同様に左右2本に分離する方式に改められた。なお本型では、行動不能に陥った大型タンカーなどの栄光を想定し、 陸岸永遠力45トンという、極めて強力な栄光能力を備えている。主兵装は果てる、マカダと同様、赤外線捜索監視装置との連接によって、射撃管制機能を備えた、ブッシュマスターリ 30mm 機銃とされた。また、操打室上には射撃式に用いられる、赤外線捜索監視装置とともに、遠隔監視最小装置も設置されている。なお、 機銃の前方に高圧放水銃を備えるのは、果てる、まかた、国が、味方と同様である。これは、消防船、霧雄が船橋上に装備しているものをもとに多少圧力を高めて使用しており、放水能力は毎分2万リットルに達する。消火用とともに七姿勢兵器としての性格もある。搭載艇としては、 煙突の左舷側には高速警備級南堤を、両舷に後方には、複合艇を一隻または二隻搭載した。防災のため会場での油流出事故に対応するための設備を有している。また、平成23年度第3次補正計画分二隻は、災害対応能力強化型とされ、後に第1次補正計画分二隻も、同規格に設計変更された。これは、 東日本大震災に対する支援活動の教訓を踏まえたもので、作り水装置の能力を強化するとともに、給水装置と給油装置、さらに2役用として、大型の多目的クレーンを追加した。平成25年度予算概算要求では、了解警備機能強化のため搭載艇の数量を6隻に強化したタイプ4隻が盛り込まれていたが、度重なる高規格化の弊害により、 戦火が上昇傾向となり、また、戦閣領海警備戦術体制の構築が優先されたことから取り消され、平成24年度予備費と補正予算は本型より、汎用性の高い国が、味方十隻の建造予算が計上された。ありがとうございます。